から約400年前、花町丸山は国際貿易港である長崎のおもてなしの町として始まりました。丸山は日本人のほか、唐人やオランダ人といった国際的な交流も盛んで、日本を代表するエンターテインメント街として発展していきます。そのエンターテインメントの中心が遊女で、特に歌舞音曲や華道、茶道などの教養に長けているものが太夫、いわゆる花魁です。花魁道中は特別な客人の座敷に向かう時などに行われる練り歩きで、カムロなどのお供を引き連れ、それはそれは盛大なものでした。Thank you.
長崎丸山の氏神様、梅園天満宮。昔から身代わりの神として、遊女や芸妓師の支えとして古くから親しまれています。元禄6年、1693年、町の有力者の安田知右衛門が二重門にて梅の五郎左衛門に襲われました。そして自らの屋敷に担ぎ込まれましたが、不思議なことにどこにも傷がなく、身代わりに庭の天神像が血を流して倒れていたそうです。その後、その天神像を身代わり天神と呼ぶようになりました。撮れました。私も。あ、もう。